東郷城は、佐野木国山田郡、池る公共にあった、日本の城。現在の城石は少年寺という東郷市ゆかりの寺となっており、少年寺一帯が本丸と考えられている。史指定史跡。東郷城は、高松市の南部に位置し、春日川上流より南側に、いくつもの丘陵があり、東郷城もその丘陵城に築城された、大正初期の聖地で、 城の遺構の大半が失われてしまったため、現在は門ピーのみをとどめている。なお、城門前建札よると、南北朝時代から桃山時代まで、約230年間東郷市の居城だった。西に行け、東は断崖、南に大手があった。東郷市は、慶光天皇の抜流で、山田軍を領した。三好長慶の弟一存が、養子に入りき東郷と恐れられ、 さぬき一円を制した。その養子有穂が、長祖壁軍三万五千とこの城で戦った。後秀吉から二万国に封ぜられたが、九州で戦死し敗状となった。寺があるのは、本丸跡である。とある。代々の城主であった東郷氏とは、さぬき国山田軍を支配していた、上田氏の氏族で1362年に、 細川清氏の陣に最初に馳せ参じたのが、東郷義康で、この時の様子を、清氏の曰く、東郷は諸子なれども、総領の挙動なりとて、東郷をもって総領すとあり、東郷義康がこの地の総領となった。これにより、南北朝時代に、東郷氏によって築かれたと考えられている。以後八代目の東郷慶茂には、子供がおらず、三好元朝の子で、 三好長兄の末弟の統合一存を養子に迎え入れる。一存は、さぬき主統合と言われた武将であったが、この時はまだ幼少であったため三好や里帆を迎え入れ、統合上の上司となった。しかし、1561年に一存が休止。1562年には、三好十九が、久米田の戦いで討ち死に、その翌年には、長兄の嫡男の三好義岡が病死してしまう。 有力な一族が次々に死亡する不幸に見舞われた、長兄は実定である、畑冬康氏を無実の罪で中殺するなどした後、間もなく死去した。長兄の死後、三好政権の実権は、松永久秀と三好三人衆が握るが、永六の変や、家中分裂によって、機内が混乱に陥る中で東からは、織田信長が、足利義明を報じて上洛、西からは、 長祖壁元地下が淡い信仰し三好氏は弱体化していった。この戦いの経緯については、長祖壁の四国平定も参照。国分寺の本堂、長祖壁元地下、香川神話連合軍が、佐抜国に侵攻してきた。天正10年8月6日、香西慶清氏が牢上する藤尾城を攻撃したが、香川の慶の仲介の下神話軍に降伏した。 過信大戦兵を味方に加えた、神話軍は、同月11日に、佐ぬき国分寺を一万千兵で出軍、東合城を取り囲んだ。当時有りは、かつ密城におり、東合ありこれが城代として城を守っていたが一万の軍との方が入ると長期戦を考え城兵を戦、兵まで絞り込み、兵糧三ヶ月分を積んで牢城戦の準備を整えた。神話軍は、 開き周辺に着陣し東合城周辺の麦帝、縄城返しを行った。この時の様子を、敵兵万四人、山田軍にいる手秋家を仮りしくくりを引き抜けて、幅の職を、足、死むほど、幾かも、泣くやを、精命、凡民の宿りきるべき便、もなく、四方に湧く髭を置くことそ巻きことなりとあり、両民が難民となって故郷に逃亡する者も多かったと記している。 その後神話軍は、東合城の四方を囲み、工場のために、作り道をしたが城中には、多数の鉄砲があり、四方の櫓から打ち作り道は中止となった。長祖壁軍は、東合城との間合いを二丁まで詰め、大筒を二丁用意し東合城の櫓を打ち崩し、牢城戦も難しくなってきた。しかしこの時前田城の城主、前田宗盛が用地をかけ東合城を援護した。 四国の古城によると、忍者戦術に出て、敵を悩ませた都市、幼稚や、抜け穴、長蘇壁元地下軍の陣地に忍び込み食料を奪い取ることもあり、恩地で平坦もままならず、長陣になると、長蘇壁軍も疲弊し始めた。一方、勝水城では、同時期中富川の戦いとなったが敗れ、有保は、同年9月21日の夜半、勝水城から、 トラマル城に逃走していった。アリホは、トラマル城に入ると、土州の京都全然に募り、四国を合わせドンセントス、我未だ給料を失わずして、相田もてり、不実に征伐を加えらるべし、もしこと縁引せば、天下の災いをなすべしとしはしは秀吉に援軍を要請した。これに応えた秀吉は、淡路国洲本城の城主、戦国秀久に救援を命じた。 その間、東合城では、長蘇加米軍は、岩倉から山越し、香川新名軍と合流し、総勢3万6千兵となり、再び工場戦となったが落城させることは、できなかった。そして冬となり、監視の部隊を置いて、長蘇加米軍は、一旦と佐国に撤兵し、第一次東合城の戦いは終了する。後大将三船の図、神戸大学附属図書館像、戦国秀久像、 個人増浴天正11年4月、秀吉の命を受けた、戦国秀久軍が動き出した。秀久は、淡路島から小戸島に渡り、清華城、八島城を向上したが、攻めきれず撤退した。また小西行長軍も、高西の裏に押し寄せたが、長祖壁軍の反撃のため、上陸できないまま撤退した。同時期、元親の本体も動き出した。淡国から大久保越し、 伝綿山二陣を張り虎丸城の工場に取りかかった。与田入りの周辺で合戦となったが、東郷あり保軍の反撃したため、やむなく、虎丸城周辺の無儀亭、縄城返しを行い兵糧攻めとした。その時、戦国軍が引田城に入城したとの法に触れ、香川の形隊を引田城に出軍させ、引田の戦いとなった。この戦いで敗れた戦国軍は、船で、 川路国に撤退した。有保は、虎丸城を撤退し統合城に入城した。学習研究者の長祖壁元地下によると、一説には、虎丸城は、翌12年7月に落城したとも伝えているが、詳細は定かでないとしている。一方、秀吉は、小牧、長久手の戦いで、織田信を、徳川家康連合軍と戦いを続けている。この時家康は、 元親に味方し合わ国に進軍するように呼びかけた。この動きに即応した秀吉は大阪城へ帰城し、防備を固める。秀吉の帰城を知った家康は元親へ直ちに進軍するように催促したが、伊予国で土豪州の動向や毛利氏の侵入への警戒。そして東豪城が落城していなかったことから元親は家康の要望には応えられずにいた。 四国平定を急いだ元親は、東郷軍に属していた寒川氏、湯さしの調略に成功し、彼らを用いて埋めた城をはじめ東郷城の市場を、次々に落城。そして翌天正十二年六月十一日、元親は、東郷城を、ついに落城させ、第二次東郷城の戦いは終結する。しかしその前日六月十日夜に、有ホは城を抜け出して落ち延びていた。 この時の様子を、佐抜の古城跡と豪族たちと、統合郷土氏によると、ありほとありのは、元親に幸福を申し出、八島から微前国そして、堺家へ逃走し、橋場秀吉の配下になったとしている。長我壁軍の同盟者であった信は、統合上落城の方を知ると、元親の弟である、高祖壁下史康氏へを送った書状に、6月11日、薫る館、 霊飛剣終着校、蘇川洋外飛行法の輸賃長校とあり、東郷城が落城したことに喜びを述べている。その後の戦いについては、橋場秀吉の四国攻めを参照。東郷城は、長蘇壁家の手に落ち、長蘇壁近家が上司となったが、橋場軍が佐野貴国に進攻すると、1585年には撤退、佐抜国には秀久が領主となり、 有野は二万国を与えられ、東合城を復権された。しかし、翌1586年九州征伐に従軍し、島津市との文豪国と次川の戦いにて打ち死にすると、東合城も廃城となる。蘇川城はと縄張りず、国土交通省国土画像情報をもとに、作成詐欺家城各南側の大手道東合城は、東西が川と谷に挟まれた絶上の備光地に所在し、 四角部分は、鍵型の土塁に囲まれた部分に、方形巨漢があり、周囲に車を付属させていた。北側には、大きな掘り切りと飛ばしがあったと思われ、その北側には大きな車があった。四角には現在少年寺が立っている。詐欺池とは、城の西側にある細い谷をせき止めたものであったことが、南海通気に見える。また、東郷城は三方は、深田の谷入りにて、 南方平野に公表手口とす、土井五重に気づきて、掘り切り抜けば攻め入るべき様も、なしとあり、大手は南側にあり、三方は深いとなっており、土塁を五重に気づいていたことがわかる。二王門から、香川県道三十号まで下り坂となっているが、その間には、数段の帯狂わがあり、それぞれに土塁が気づかれていたと思われている。また城の西側にある、詐欺池は、 堀の一部と考えられており、また、香川県道30号の東側にも水路があるが、これも城の堀であったと思われている。城郭の大部分は、宅地、田畑となり、城石を思わせる意向は今日ほとんど見ることはできない。1976年7月3日に、高松市の史跡に指定された。ありがとうございます。